人にいきなり質問です。はい、はい、こんにちは。日本で一番大きい山はどこでしょうか？富士山。富士山。ティアラチャンネル。ガチャガチャを見つけてきました。イエイ。それがザ・富士山。ザ・そのまま富士山。富士山。富士山。まず一つ目。はい。ででん。春。春。春の富士山。はい。はいですね。そう、うん、春の富士山。イメージすごいね。春だって。富士山、春。あ、確かになんかさ、下の辺がピンク。春とか夏とかここ全部青いったり、なんか冬ってなったらさ、こんな白いやん、上の方が先っちょが、うん、いいっすなぁ、ね、めっちゃ落ち着く。ずっと眺めてられる。なんか夏って緑が多い感じする、うん、木が青くなったよ。そうそう、春はピンクだったけど黄緑になってきた、うん、はい、次、秋。でもそう、秋って言われたら秋みたいな感じ、うん、ちょっと赤っぽくなるかな、うん、なんか紅葉とか、うん、冬のさ、東京でさ、温泉作ってさ、入りたいやん。そう、マジ一瞬で凍るけど。アリサは春が好きかな。うん、ユナは夏が好き。緑が多いじゃん。どの季節の富士山が好きですか？春、夏、秋。春が好きです。ユナは夏が好きです。はい、はい、じゃあ夏のいいところは、夏のいいところは、この富士山やろ。富士山、この富士山見たら、緑が多いじゃないですか。だっけ好き。アリサはこの春っていろんなもう色があって鮮やか、うん、ピンクとか、この富士山はなんか水色っぽいけど、でもなんか雪が溶けた感じでめっちゃ季節感を感じる。ほうほうほう。春、夏、秋、冬。初耳のことは、富士山が静岡県にある